ありがとうございます。ご通行の皆様、台湾は台湾という立派な独立した国であります。チャイニーズ台北ではありません。長い間本当にこの問題で苦しんでこられた台湾の方々に、私たち日本が少しでも力になれたらと思います。どうかご通行の皆様、署名をよろしくお願いいたします。あ、どうもありがとうございます。あ、お兄さんどうもありがとうございます。現在の私たちの美しい日本は、私たちの日本の周りにある諸国の皆様といい関係を築いてこそ安全が保たれると思います。台湾は私たちにとってはとても近い、本当にとても近い友人の国であります。その台湾がまた中国の独裁共産主義によって、その背下にワンチャイナとして取り組まれることを、私たち日本国民は断固として阻止しなければなりません。どうか今日は小さな運動で、署名運動でございますが、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。ご通行中の皆様、どうもありがとうございます。台湾は台湾という国の名前でオリンピックに今出場しようとみんなで働きかけております。中国共産党のまたワンチャイナ政策ではなく、台湾という立派な独立した国として東京オリンピックに私たち日本国民が温かく迎えられたらと思います。どうぞご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。とてもあの綺麗な派手着姿の日本の、素敵なお嬢さん方、どうも署名ありがとうございます。あ、お嬢さんもどうもありがとうございます。お願いします。ぜひ一つお願いします。 ありがとうございます。本当に今日は晴天の天気に恵まれた、またこの美しい上野の駅前にて、私たち台湾フォーラムと申しますけれども、台湾は中国チャイニーズ台北ではない、一つの独立した立派な国だということを伝えるためにこの場に参りました。あ、今日もありがとうございました。2020年この東京でオリンピックが開かれますが、ぜひ台北が、台湾がチャイニーズ台北ではなく台湾としてオリンピックに参加できるように、皆様の本当に温かいご協力よろしくお願いいたします。